乃木坂46柿はるか、不安を抱える受験生へ経験踏まえてエール、今から自分は頑張ろうと。2月8日放送の東京 FM スクールオブロック内の乃木坂ロックスにて、乃木坂46柿はるかが受験を控えるリスナーにエールを送った。ラジオ内で、リスナーから送られた、受験を控えていて不安でいっぱいです。こんな時、どうしてますか？といったメールを読み上げた柿は、私も今も不安な気持ちとかもあるし、こんなお仕事をしつつもずっと人前で発表会とかステージの上で立って話すとか、大人の人と面接みたいな感じで、質問されて答えるみたいなのもずっと苦手だったから、と切り出した。続けて、今も治ってないと思うんだけど、でも不安だなって、緊張するなって思ったら、緊張って心臓がドクドクするから、全身に体が血を回して、今から自分は頑張ろうとしてるんだって思って、よし。この体中に巡った血をすべて発揮して、最高の力を出してやるぜって思うようにしたりとかして頑張っています、とトーク。最後には、不安なこともいっぱいあると思うけど、今が多分一番辛いところだと思うけど、ここを頑張って乗り越えれば、すごく自分自身も成長すると思うし、楽しくて明るい毎日が待っていると思うから、頑張ってください、と、リスナーへのエールを送っていた。